いやー、刹那圭介だよ。前回のパートの後、前回のパートで、ここのボスにやられた後にちょっとレベルアップしてきて、心と、シーサが2つずつレベル上げた状態で、かつ、アイテムをたくさん購入してきたんで、今回こそなんとか倒そうかなってところです。この2人強いよね。おし。まず弱点がどれなんかっていうのを先に探さなあかんのがすごい大変。ちょっと技もちょっと覚えた感じですね。どれでいこう。不安攻撃。こっちもね、全属性覚えたんですよ。だからちょっと弱点をつきやすくなったといえばつきやすくなったんかな。ブラスト。剣王の攻撃で違った、剣王じゃないで、炎症を開始して、これでもない。そうなるとブラストを使ってみましょう。ブラストっていう ブラストって4種類あるもんな。憂鬱のやつ使ってみよう。憂鬱じゃない、やっぱ HP 増えた剣から防御力上がっとんかな。ちょっとダメージが少ない気がする。で、孤独攻撃、孤独ダメージやね。今、審査は孤独が弱点みたいになっております。孤独なんやな。心は孤独なんやな。孤独のない世界へと連れて行ってあげよう。これやな、ベージュってやつ。ただ審査はあれなんよね。AP ってやったっけな。必要なんで、ちょっと、消費をせんようにしとこう。心すべてを憎しみようというやつ。属性が変わったっていうメッセージをちゃんと見とかないといけませんよ、これは。扱いようになってるし。早っ、殴るの早っ。孤独攻撃は、僕らも攻撃に専念して、小さく回復担当ぐらいの感覚の方がいいかもしれませんね。ああ、どう？回復魔法ね、全体回復も覚えたんで、こっちをうまく活用していきます。そしたらすごい便利。祈り始めた。今のが詠唱攻撃、もう詠唱を止める必要なくなったわけ。というわけで、まあ孤独で弱点。今、詠唱を始めて、その詠唱を潰そうと思ったのに先に攻撃されるんか。早いな。しかし、こっちもボルが上がっとんで、ちょっとダメージが通りにくくなって、ちょっと戦いやすくなった感じ。この通り。やね、回復するときにするために、とりあえず攻撃はこの通常攻撃の方で行っていきますね。心はたまり次第これらを打ち続けていく感じがいいかな。ブラストね。属性変わったっていうメッセージ出ませんね。いいこっちゃ。炎症し始めたけん、センシブル使いたいところなんやけど、使えんのか微妙な。そのあたりどうすかな。攻撃に専念するか、炎症を止めに行くかって微妙なとこなんよね。回復はまだいい。よいしょ。すべての関心の時になった。若干ダメージがでかいような、でかくないような気。全体攻撃なのはつらいけど、それほど気にするほどでもないんかな。とりあえず、お、感情が変化したん。今ちょっと弱点が変わりました。なんで、ちょっとその弱点を探しに、とりあえず剣を来い。違うね。てか、刃を間にシーサーがダメージが結構食らってる。孤独ついた。孤独ついたら、魔法が使えるのだったかな。魔法使う特殊攻撃か。炎症とかができんタイプになる。ってことで、ちょっとそれはきついんで、こっちを使っておいて、ケアさせておいて、その孤独を消してからの、リフレッシュ、リカバー使っとくか。心も若干ダメージ食らったと思うんで。わ、やばい、や、耐えた、耐えた、危ない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 。効力下がったけど、まあ、そこはもういいや。大粒の涙、回復しとる。回復魔法、回復できないやつあるんだ。それなし、やろう。剣はダメだ。じゃあ、不安攻撃でいきましょう。不安じゃない。じゃあ、憂鬱攻撃。これだろ。憂鬱攻撃ですね。溜まってないな。
わあ、まだついたね。まだついたよ、孤独のやつ。ダメージでかいな。ここは多分シーサの魔法が起きる前にちょっとやられそうなんで、これで回復で HP 回復します。こういうわけなんですよね、通常攻撃で。こっちはケアでシーサーを回復しかない。早めに、あ、感情変化してしまった。そんなことしよう間に変化してしまった。この2つ来たんやっけ、多分こっちの2つぐらいかなって思って剣をでいきます。剣を正解、一発で当てれた。よし、いい感じいい感じ。これが一番いいパターンで、溜まっとる剣ちょうどプラスと、あー、避けられた、避けられたで、嫌なパターンじゃ。これは単体回復で十分で、心が栄翔を開始したんで邪魔したいところ、邪魔できへん。運悪いぞ。お、クリティカル、それでもクリティカルで、スピードが上がったんか、早いな、やばいなそれ。もう C さんも攻撃しとこう。ダメージでかいな、ナイトメアとか危ないや。あ、でも前やっぱレベル上がったけん、前回よりかはダメージ少ないけん、まだ戦えるっちゃ戦える感じですね。プラスでいこうな、シーサーのパワー、そこそこダメージ取るな、シーサーを。もう心は攻撃に専念させておいて、やった、シーサー倒した、シーサー倒した、いいぞいいぞ。こっちは心はまだいけそう、シーサーはいけそうなんで、心だけ単体攻撃回復で。さて、こっちですね。まず属性を探すな、心の方。ああ、すごい見つかったわ。運いいな、今回。回復はもう、まだいけるけん。じゃあ、通常攻撃でいこうか。ちょっと、回復するときのために、ちょっと残しておく感じで。とりあえず、分かっとる。変わらんうちに、とりあえず、ある程度は潰して、叩いておきたいんやけど、回復もしなあかんのよな。ここは単体でシーサー回復で、溜まっとるかな、溜まっとるね。ファン攻撃、あ、カウンター食らった。過心まで、こっちの心までカウンター使うんだ。憂鬱になってる、心憂鬱になってる。憂鬱って、あー、命中率下がるのはちょっと痛いな。回復したかな、これは。で、HP がやばいんで回復と。オッケー、いい感じです。いざとなったらアイテムもあるんでね、戦いやすい状況ではあります。番号です。これは持久戦に持ち込めば勝てるね、きっと。ボルで攻撃、ある程度シリさんも攻撃に参加させたいところ。あ、カウンター強いな、やたら頻度高わないカウンター、そこそこ痛いよなこれ。よいしょ。が、この分だったら多分ご利用しでなんとかなるんじゃないかなって感じではある。ちょっと手堅く回復はするけどね。よし。で、溜まってきたらブラスト、不安のブラストで攻撃。マナ属性は変わらない。もしかして、いや、多分心も変わってくるとは思うんやけど、な感じですよ。やけん、とりあえず属性変わるまである程度叩いておきたいっていうのが。いや、あれ、敵の心ダメージ食らってない今。なんか毒のダメージっぽいんが出たけど、なんか知らんうちに毒っぽいにさせたんかな。あ、不安か、不安ってそんな感じなんかな。不安って毒属性的な、普通の RPG でいう毒の毒なんかな。シークエンサーダメージでかいって言うほどでもなかった、いける。やっぱレベル上げた会話あったね。毒ついとんだな、やっぱ。で、不安攻撃、この辺りは変わらず。で、シーさんもできる機会があったら、まあ魔法でダメージ与えると。属性変わらんな、敵。いいこっちゃ。ここは、あえて、ここで回復せずに、全体魔法で回復しよう。
このまま行ったら作業になるけど、まあとりあえず倒せる感じですね。まだ全体回復できんと。ワンのダメージがちょっとでかいかもしれない。この長期戦になったら毒のダメージがね。でここで溜まったんでリカバー発動して全体回復、回復は十分間に合う。実は言ったらエンチャントの方もセッティング変えとったりするが、もしかしたらそれが効いとるかもしれないと。とにかく今は優勢に戦ってます。ブラストファン攻撃強いな。毒がつくもんな。それを連発しただけで倒したようやく倒した3回目でようやく倒したね。これで全てが終わったんだよ。終わったんやな。文字通り全てが。君たちはシーサが作り出した偽りの世界に終止符を打ったんだ。これで現実世界のシーサは直に目覚めるだろうね。君たちはこの記憶の世界においてシーサが作り出した登場人物に過ぎない。それでも作り手であるシーサの意志すらも否定してまで彼女の心を守ったんだよ。私たちの役目は終わりですね。これで終わりか。この世界もやがて消えるよ。まるで、なんて読むこれ、泡何のように淡く静かに消えていくのだろうね。なんか悲しいなこれ。ねえ、最後に一つだけ聞いてもいい？何かな。この世界は現実の私が作り出した記憶の世界、そして私たちはその記憶の世界を生きる登場人物。それならばセラ、あなたは一体何者なの？そういえばそうやな。なんかセラ、なんかすごいここの中の人物としてはやたら重要人物というか、そんな感じなんやけど、私のシーサさんの記憶にあなたという存在は覚えはありませんでした。登場人物ですらないあなたは一体？僕はこの世界の管理人、この世界の矛盾を解消しケアを行う存在。いや、だからさ、お前の存在が矛盾しとうような感じなんやけどさ、それはどう説明しようか。吉祥のになんでこの話、それ以上でもそれでもそれ以下でもありません的な感じか。自ら登場人物と同一化したシーサに代わってこの世界の均衡を保つのが僕の役目。現代のシーサはそのために僕というイレギュラーを作ったんだよ。ああ、なるほどね。それならばなぜ私たちの 手助けをするような真似を。なんでだろうね。僕は僕の存在理由を曲げてまで何かを成し得たかったのかな。真実から目を背け虚構の世界に逃避する。もしかしたらそんな小さなことをひどく悲しんで同時に怒っていたのかもね。もしかしたらシーサーはすでに作り出していたのかもしれない。人の心を作るという彼女がただ一つ求めた未来よ。なんかやたら難しい話やな。ちょっと俺理解能力ないんでちょっとついていけんけど、まあ視聴者さんはもう分かったってことにしとこう。視聴者さんは分かったやろ。どういうことか分かったやろ。国語力高いんやろお前ら。そしてそれは心も同じだよね。そうですね、私も同じだと思います。私の死も受け入れずにこの競争を、なんて読むこれ、飾りって、なんか強に曲の強になんか漢字一つ文字付けてなんか言葉作ってお金になったけど、何これ、なんて読むに、これもわからん。触れた、濡れたかな。世界で生きていく、そんなシーサさんに悲しみと怒りを覚えていたのでしょう。だから私の心の世界で見た大樹はあのような色をしていたのかもしれません。でももう大丈夫、私は一人じゃない。私は生きていくことができる。たとえこの先どれだけ辛いことがあっても、たとえこの先どれだけ苦しいことがあっても、私はもう逃げたりはしないよ。だってそうじゃなきゃ心も安心できないでしょ、シーサさん。
さあ、そろそろ眠りと目覚めの時間だよ。この走馬灯のような世界はもうおしまい。今こそ僕たちは役目を終え、眠りにつき、そして審査は長い夢から目覚めるんだ。おやすみ。そしておはよう。で、これが現実世界の審査やな。ここはお墓の前やね。現実世界の方の。なんでだろう。何か長い夢を見ていたような、そんな気がする。孤独で悲しくて、すべてに押しつぶされそうで、それでもたった一つのぬくもりを感じた夢。心？そっか、もう心はいないんだね。でも大丈夫。悲しいけれど、私はもう寂しくない。心がくれたこのプレゼントがあれば、きっと私たちはいつまでも一緒だよ。だから私は心の分まで、心と一緒に精一杯生き抜くよ。私はもう逃げないよ。こんな感じでシーサーはもう現実と向き合うことを決めたんですね。誇らしげか、この大樹が立派に見えるね。というわけで今回、心の心最終回になります。お疲れ様でした。で、これ誰？誰これ？エンディング入りたかと思ったらいきなりよくわからんような人が出てきたんですけど、右は多分心っぽい気はするけど、左誰？今もしかしてシーサーと、心とシーサーのファーストコンタクトのシーンだったんかな。で、シーサーがいつも通り研究、なんか見つけた、あ、見つけた、心、あ、やっちゃったよ。やった、見つけたよ、完成したよ。みたいな感じ、これ。あれ？シーサーさん、どこ行ったんですかね。あ、いませんね。あ、散らかして。みたいな感じな気がするんやけど。シーサさんいませんね。多分これ、あ、こういうところがいいですねって。多分シーサのプレゼント書いてあるんだ。あ、これはシーサさんに似合いそうですね。よし、買いに行きましょうか。みたいな。これは何だろう。よー、シーサちゃんに心ちゃんじゃないかい。あ、おばさん、おはよう。私、このおばさん嫌いなんです。あ、ダメだよ心、おばさんにも優しくなきゃ。あー、おばさん嫌い、おばさん嫌い。そんなに引きずらなくてもいいのに。絶対違うなこれ。心、早く夕飯まだ、まだ待ってくださいよ。はい、あ、取った、あ、取った、あ、取ったんやけど、今回は取ったわ。夕飯だったわ。そうだ、こうすれば美味しくなるよ、みたいな感じで考えようか、これ。スペシャルサンクス、プレイヤーの皆様、ありがとうございます、実況させてもらって。で、シーサーが心の前で、今日はこんなことあったんだよ、これ似合うでしょ、心がくれたんだよ、みたいな。心がくれたこれ、いつも見た目に離さずつけてるんだよ。今日はこんなことがあったんだよ、みたいな。ファイン。というわけで、まあ、心の心、今回で最終回ということでありますか。なんか悲しいな、これ。まあ、この時点でもう悲しいイメージはついとったんやけど、ほんとなんか、なんだろうね。やっていっきょって、どんどん最後の最後で悲しい事実を知って、それに抗うことを決めたって感じで、またなんかちょっと心に打たれるような話がありましたね。あと RPG っていうことで決めたんですけどね、あの属性を弱点を見抜いてついていくようなゲームっ
ということでちょっとやり始めたんですけど、結構悲しい話だった。まあそれはまあ良かったという感じですね。はい、というわけで心の心最終回、実際のところなんだろう、やり込み要所、やり込み要所って何なの要素として、なんか本を、6冊ぐらい集めたらなんかがあるみたいな感じのやつがあるんですけど、それは実況しないです。興味があったらちょっとこのゲームをダウンロードして自分でやってみてください。というわけで、まあ今回は最終回というわけでお疲れ様でした。次にやるフリーゲームも楽しみにしておいてください。というわけで週上げ、どうも暴れん坊のサンタクロースです。宣伝というプレゼントします。この動画は刹那圭介の実況動画です。刹那圭介のチャンネル登録をしたいという方は俺をクリックしてくれ。皆さんのチャンネル登録お待ちしております。ジングルベル、ジングルベル、腰にくる。